2015年7月25日、中国の小学校は、現在夏休みに入っているが、ある学校では、門の前にゴミを捨てられ、きれいに掃除すると、今度は、石やコンクリートの破片を運び、門を塞いでしまった。数人の事情を知る人によると、近くの住民の子供が、学校の試験を受けたが、不合格となり、この学校に入ることができなくなり、その親がこのようなことをしたのではないかという。